はい、ありがとう整体の平野です。今回は、手の指をなぜ調整しなければいけないかという問題と、手の指と、自律神経の問題に、関連付けて、説明させていただきたいと思います。なぜその手の指までね、調整しなければいけないか。一つはですね、この手の中の、中に指の中にもね、こう小さい関節があって、そこにいつも有効の靭帯の問題、緩んでいるとしたら余計な力を入れないと保てないみたいな、で筋肉が緊張する理由が、靭帯の問題でも一つあります。で、それを今度締めます。締めたとしてそれでもですね、今現代人はね、相当頭をこうなんか意識を前にこう使っているんで、手の指にですね、脳からの指令がうまく届いてない状態、ほとんどの方がそうなっていますね。親指、人差し指、小指を、上からこう少し抵抗をかけるとですね、最後のところでやっぱりぐにゃってなってしまうんですね。これ足の浮き指と同じなので、手の浮き指みたいな感じになっているんですけども、この状態では、やはり緊張して余計な力を入れて、作業をしなくてはいけません。そして今の時代は、スマホでね、こちょこちょ使ったり、パソコンのキーボードタッチだとか、あと、マウスだとか、本当にこの指を細かく、すごい使う時代にまたなっているんで、でそうすると指の緊張がね、こうなると強くなる。これはもう大げさにやるんだけど、こうなってくるんですよね。余計な力が入ってきて、でそうすると、肩が丸まって内臓が圧迫して下げられてしまう。肋骨が潰れてしまう。潰れてしまうと、頭の乗っかる位置っていうのはやっぱり上げにくくなるんで、頭が前に突っ込んで、ストレートネックになってしまう。でだから、当院の場合だと足の裏から作り上げて、足の裏がしっかり乗ることで、胸が広がって、で頭を乗せるっていうふうに、軸を作るためにいろいろやるんですけども、最終的にというか、このやっぱり手の指がこう邪魔をするんですね。ここが緊張していると、さっき言ったみたいに肩がこう張ってくる。だからひどい肩こりもやはり手の指も、調整しないと、変わってこないというところで、その、靭帯の問題が一つ、そして脳からの指令が、筋肉をうまく使えない、指令の状態になってしまっているので、それを、調整する、この2つは、必ず、あった場合は やらなきゃいけないし、でもほとんどの人がそうなっています。で、昔その、横山式筋二点療法という素晴らしいね、整体があって、私昔そこにすごく通わさせていただいて、のめり込んだ時期があるんですけども、その先生曰く、この親指と、人差し指の間で、この背側骨幹筋っていう、ここですね、合谷というツボのところですね、ここが、人間の、あらゆる筋肉の中で一番使う筋肉だから、もう、どこをその例えば膝痛で来ようが頭痛で来ようが、ここから疲れがこう始まっているんで、この筋肉を緩めなさい、この筋肉を緩めるところから始まっていくんだよっていうふうに教えてもらったんですけども、で今また話を戻させてもらえれば、昔のその酷使プラス、靭帯の問題があったりですね、脳からの指令がうまく伝わらない状態、これはもう20年前と比べて、横山さんのところ、僕は20年前によく通ってたんですけども、20年後の今とはまた体がだいぶ違うんですね。で今すごくこの手の指が使えない状態、使えないから力を入れて頑張ってしまう。でそしてそこにまたこちょこちょ電磁波を浴びながら、細かい作業をしてしまう。そんなところで、実は手の指が非常に皆さん緊張しているということに気づいていません。で、手の指には、例えば経絡っていってね、このツボの始まりがあって、ここが肺経ってね、肺につながるエネルギー、気が入るところで出入りするとこだよ、大腸にね入るとこだよみたいにあるんだけども、その、気の流れさえもそれを滞らしてしまう、そんな状態になっていて、そして、手の指をこう揉んだりこうねじったりするといいよみたいな、手指ですね、で手指の、ヨガをするといいよみたいなことは、これ昔からあるんだけども、そういったこともですね、うまく伝わらなくなってしまっている。手のツボを、刺激してても、ここ自体が脳から指令がうまく届いてない状態なんで、そのツボの刺激が効きにくいみたいな、そんな時代になっています。で、手指に力が入ることによって首の根元もすごい力が入って、ここには、自律神経の交感神経のね、
すごく大事な正常神経節とかで、この、交感神経の神経束っていうか、神経節が、ね、こう並んでるんですけども、そこにものすごい力が入ってしまう。だから手の指をほぐさないと自律神経はやはり緩まないと私は思っています。ですから、なんで手の指までやらなきゃいけないのっていう、質問があるんですけども、手の指は逆に言うとすごく重要です、ね。だからその、いきなりその手をやる人と、数回ね全体のバランスを取ってから指をやる人と、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、とにかく最終的にはこの 手の指を、の緊張を取る、そして緊張を取るためには脳からの指令が手の指にちゃんと届くようにしてあげる、ここが非常に大事だと思います。で、まあ、そういう状態が、ひどくなるとね、例えば野球のイップスだとかね、ゴルファーのこうイップス、指がうまくコントロール効かないみたいな、そういう状態にも、陥るので、手の指のね、スペシャリストと私、言ってもいいのかなって思うぐらい、手の指にすごく変わりますので、ぜひね、その辺も、なんていうの、知っててもらうといいかなって思いますね。手指すごく大事ですね。皆さん手指すごい酷使してませんか、ね、気をつけてみてください。頭痛もね、肩こりも手の指から来ている可能性が非常に高いです。